クールアイドルプロジェクトというコンセプトのもと、アイドル活動をする9人の女の子がアイドルパワーを磨いていく。それが放課後ラブライブ。今回出演するのは高坂ほのか役新田恵美、南小鳥役内田彩、錦の巻役パイル、東條のぞみ役楠田愛菜の4人。早速覗き見してみましょう。アイドルたるものインパクトを残してなんぼということで、今日は自己 PR 力を鍛えてもらいますね。ということでまずは1人ずつ印象に残る自己 PR をしてもらいます。はい、見ているメンバーにはその自己 PR のインパクトを10点満点で採点してもらいます。じゃあ、あらかわいい、ね、なんかこの中に書いてあるから、うん、これが明暗分けるってやつ。そうそうそう。え、嘘。ちょっと待って、好きなの。え、自分で考えちゃダメなの。もうえ、これはいいですか。よーいスタート。はい、南小鳥役の内田彩です。好きな相撲の決まり手は小股すくいです。早速実践してみたいと思います。小股すくい。皆さん採点をお願いします。じゃんじゃん、私キュウリに見えるけどズッキーニなんだから間違えないでよね。どうせズッキーニなんて食べたことないんでしょう。はい、というわけで野菜にアフレコしたのは今回が初めて、東條のぞみ役の楠田愛菜でした。ズッキーニとゴーヤの違いが分かりません。一番尊敬するジャクソンはサミュエル・ L ・ジャクソンです。マイケルでもマイネームザ・ロー。というわけで錦の巻役のパイルでした。知らんよ誰。なんか不安になりますね、ここ。こんにちは、高坂ほのか役の新田恵美です。今一番乗ってみたい車は二乗狩り歩行型自脱式コンバインです。なんじゃそれ。早口言葉いきます。二乗狩り歩行型自脱式。噛んじゃったね。言えなかったね。あ、今回の最高得点はパイルさん。おお、アピールできるんです、パイルさん。アピールできるんだね。アピールできるんだね。ということで1位に輝いたパイルさんからラブライブの告知です。どうぞ。はい、テレビアニメラブライブ2013年初春から始まります。9人の女の子たちが学校が廃校してしまうのを救うためにアイドル活動をして、みんなで頑張って生徒を集めよう、学校を盛り上げようっていうアニメです。楽しいので絶対見てください。次回もお楽しみに。岡野ラブライブ。今回も引き続き高坂ほのか役新田恵美、南小鳥役内田彩、錦の巻役パイル、東條のぞみ役楠田愛菜の4人。加え、それを引き立たせる MC がファンを引きつける魅力になるのです。はい、今回は一人ずつ振りの MC から始めて歌ってもらうまでのステージング力を鍛えます。見ているメンバーにはそのステージングのインパクトを10点満点で採点してもらいます。これどれを選ぶかによって ね結構勝敗が分かれてくるよ。確かに。一番手は内田さん。また素敵なステージングを見せていただきたいと思います。はい、最初ハードルが低いんで頑張りた
いと思います。いや、みんな覚えたよね。嘘、そんなことないよ。それではスタート。はい、みんなありがとう。そうだね、もう楽しかったツアーも早いもので、今日がツアーファイナルです。このツアーが終わったらのんびり温泉にでも行こうかな。え、みんなも一緒に入りたい？もうやだな、エッチなんだから。ということで、続いての曲はそんなちょっぴりエッチな大人な曲です。聴いてください。伊東へ行くならハトやハトやに決めた、ハトやに決めた。みんなの採点は、オッケーでーす。次の曲は落ち込んだ時にすっごく元気になる曲です。振られたばかりの君、君のために素敵なバラードを歌うからね。聴いてください。愛を取り戻せ。バラードって言ったよ。え、バラード You are shock。 なんとか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 。はしゃりすぎ。お前はもう死んでいる。みんなアンコールありがとう。マイク持ってる。壊れたよ。さっきのマイクはどうしたんだ。みんな鳴ってる。イエーイ。なんかこんなにたくさんのね人が聞いてくれてると本当になんかこう胸が熱くなってくるよ。なんかね、すごいね、ほんと振りが長いな、ちょっとね。なんかジャングルみたいだよね。ほんと。え、なんかね、このいっぱいいる感じ。すごいジャングルだと思う。というわけで、次の曲は、このステージから見た、そのジャングルの景色を歌った曲です。それでは、聴いてください。何？どんどんどん、ドンキー、ドンキーホーテー。にゃん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 、お店はジャングルだ。どんどんどん、ドンキードンキーハッピー。イエーイ。みんな今日は集まってくれてありがとう。イエーイ。最後の曲は私の心の中にいつも流れている BGM です。辛いことがあったとき、寂しいことがあったとき、私はいつも海を眺めながらこの曲を歌っています。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ちょっとライブアレンジ。ちょっとライブアレンジ。あれ演歌歌手だったんだね。公式系。ある朝。歌手系だよ。今回の最高得点はパイルさん。それではラブライブの告知です。どうぞ。はい、私たちミューズが2013年1月3日にミューズニューイヤーズラブライブを開催します。なので遊びに来てください。お楽しみに。そして2013年初春からテレビアニメも始まりますので、そちらの方もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。ラブライブ、今回も引き続き大阪ほのか役新田恵美、南小鳥役内田彩、錦野真希役パイル、東條望役楠田愛菜の4人。現代のアイドルに最も重要なもの、それはダンス。ということで今回は
お題の曲に合わせてオリジナルダンスを披露してもらい、ダンス力を鍛えます。はい、その場で即興でってことですよね。おー、私こういうの苦手なの。あれ、ダンス得意なの。アドリブが苦手なの。ではまずは楠田さん、はい、モンタヨシノリのダンシングオールナイトを盆踊り風にお願いします。それでは楠田さんから早速スタート。次はギャル系のパラパラを追い込んで私に言ってはいけない。みんなの採点は？どうしようかな。次はウッチ。はい。白鳥になった気分でダンシングオールナイトお願いします。これじゃないの？そういうことか。そっからそっからマイクと顔めっちゃ被ってるから。見えてない。大丈夫。ちょっとちょっと。ほんと、あ、じゃあこうしようかな。あー、かぶってる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 、頑張ってる。あ、元気になった。ダンシングオールナイトはツンデレのツンの部分を強調してお願いします。おお。あれ、でも私も錦野巻っていう役をやってるんですけど、ツンデレなんで。おー、頑張ります。今回の最高得点は楠田さん。それではラブライブの告知です。どうぞ。2013年初春、ラブライブテレビアニメスタートします。女の子がいっぱい踊って歌ってると思われます。ぜひぜひ、いい作品になると思いますので見てください。次回から後期メンバーにチェンジ。やけど覚悟してきな。放課後ラブライブ。アイドルたるもの、インパクトを残してなんぼ、ということで今日は今回から後半戦突入ということでメンバーチェンジ。この3人が挑戦。矢沢にこ役徳井空、星空凛役飯田里穂、そして小泉花代役の久保ゆりかの3人が登場。さあ、アイドルパワーアップのため番組から出された無茶なお題に挑戦してもらいましょう。お互いのパフォーマンスを採点し、見事トップに輝いた人には最後にラブライブの告知をする権利が与えられます。自己 PR 用意スタート。矢沢にこ役の徳井空です。ニッコニッコニー。特技はオリジナルの早口言葉です。今から言います。矢沢にこ、庭には猫の猫の子の猫、矢沢にこ、庭には猫猫の子猫、矢沢にこ、庭には猫猫の子猫。採点をしている間に今回欠席したこの人にも自己 PR に挑戦してもらいました。何ですかこれは。嫌な予感しかしない。その名海役の三森すず子です。好きな殺し屋はデューク東郷です。顔真似します。俺の後ろに立つな。
よろしくお願いします。さあ続いてどんどん行きましょう。久保さん、小泉花代役久保ゆりかです、はい、私なんと、うん、虫の気持ちが分かるんです。あ今からミノムシの気持ちを伝えます。ミノムシ、ミノムシ持ってたんだ。ミノムシだよ。花代だよ。ミノムシだよ。花代だよ。本日欠席のもう一人、この人にも挑戦していただきましょう。綾瀬エリ役の南條佳乃です。今一番旅したい街はマニラです。マハルナ、マハル来た。よろしくお願いします。あー怖いけどね、はい、はい、星空凛役の飯田里穂です。にゃんにゃんにゃん。ということでスポーツが大得意なりんちゃん、一番得意なスポーツはガバディです。今からちょっと挑戦してみたいと思います。スタート。ガバ、ガバディ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 、もう息止まってる。ガバディ、ガバディ、ガバディ、ガバディ。今回の最高得点は得意さん。やったー、夢じゃなかったのに。なになに。2013年1月テレビアニメラブライブ放送開始です。みんな見てね。ラブライブの見どころはもうニコニーが可愛いところと、ニコニーが可愛いところと、ニコニーが可愛いところです。でもね、他のみんなもとっても可愛くて仲良しな物語になっております。お楽しみに。放課後ラブライブ。アイドルは歌えるのは当たり前、歌唱力に加えそれを引き立たせる MC がファンを引きつける魅力になるのです、ということで今回は一人ずつ振りの MC から始めて歌ってもらうまでのステージング力を鍛えます。それでは久保さんから用意スタート。はい、皆さん残り一曲になってしまいましたけれども、感動の MC、 泣かないで。あのちょっと聞いてもらいたいことがあるんですよ。頑張って。私よく私服がダサいって言われるんですね。なんでかな。こんな私のために、愛するスタイリストさんが、捧げてくれた曲を皆さん聞いてください。ファッションモンスター。なんだ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 。あ、最後の曲なんじゃないの。モンスター、せーの、6点。あれ、お、あ、リップ意外に厳しかった。もう厳しくいったよ今日は。さあ続いては飯田さん。さあここからはちょっと昔の話をしたいと思います。私は、昔から、ムーンウォークが得意でした。ある日防波堤で練習していたら、そのまま海に落ちてしまいました。あ、やばいね。向井さんだね。てて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 。ムーンウォークできなかった。鳥は徳井さん。みんなでかいね、希望。今日は来てくれて本当にありがとう。だいぶ疲れてるね。この8時間に及ぶライブ、次で長い最後の曲になります。この曲はまだ私にとって体験したことがないシーンなんですけど、憧れのシーンです。それでは聴いてください。初めてのトゥー。今回の最高得点は徳井さん。わー、やった。ごきげんよう。
空が海です。2013年ベストアルバムが発売します。何だったんだろうね。あ、ラブ言わない言わない言ったことない。オカのラブライブ。じゃがんお題は、うん、クリスマスイブをケーキ屋のバイトをしながら寂しい気分でということです。ケーキ屋のバイトをしながら寂しい気分で。それでは徳井さんから用意スタート。かわいい顔顔あ、寂しそう。あ、ケーキケーキ あ、ケーキ売ってる売ってる。あ、売ってるね売ってるね。せーの、やったー。あ、お、あれめっちゃ高得点じゃん。やったー。めっちゃ喜んでる。次はお猿さんになったつもりでお願いします。続いて力士になった気分でお願いします。なんか力士じゃないよ。あれちょっと力士っぽくないね。なんかね、変な動きしてる人ちょっと水拳っぽいですね。水拳っぽい。なんだろうそれ。今回の最高得点は徳井さんと飯田さん。やったー。ということで2人で告知をお願いします。とここで突然の無茶ぶりが。リクエストがあります。何？告知を嵐の中でお願いします。これで後半戦も終了。果たして最も平均点が良かった MVP は。改めて9人の活躍を振り返ってみましょう。野菜にアフレコしたのは今回が初めて。ドン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 キードンキーホーテー。好きな殺し屋はデューク東郷です。顔真似します。俺の後ろに立つ。今一番旅したい街はマニラです。マハルナマハルてててて聞いてもらいたいことがあるんですよ。私よく私服がダサいって言われるんですね。みんなでかいね、うん、今日はこの国立競技場に来てくれて本当にありがとう。ということで MVP は徳井そらさんに決定。ミューズフロムラブライブ2013年は彼女たちの活躍がますます注目されるはず。要チェックです。